今日も素晴らしいミュージカルを見て優雅な休日を過ごしてしまったな。うん、そこにいるのはネネじゃないか。もしやお前もミュージカル感激か。とはなんだ、それがリーダーに対する挨拶か。ゲって思ったからゲって言っただけだし。だからってそういう言い方は。さあスクランブル交差点でのショーだ。赤になるまでの40秒間素敵なショーを見せようじゃないか。おや、そこにいるのは司くんとネネじゃないか。特別ゲストの登場だね。さあさあ。